はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思いますということで、やっていこうと思うんですが、今回は、こちらですね。これか、ゲリラ無料ガチャね、スイートガチャ、ホワイトデイ記念スイートガチャがね、ゲリラ無料来てますので、まぁ、ちょっとね、ホワイトデイレオをちょっと狙って、引いていってみたいかなと、思います。まぁ、ついでにちょっと無料単発とか、まぁ、600万ダウンロードのチケットなんかも引いていきましょう。さあ、まずはチケットから、行ってみますが、まあ、この椅子はちょっとどうかな。一応右に飛んだが、金玉一つ、まあ、星2かな。そうね。ほい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 。はい。さて、続けて無料単発ね、引きましょう。お、無料単発だが、国神来る。さあ、国神からの、金玉じゃない。あー、でも右。これどうだろうな。なくもな、あー。残念。おい、以上、続いて、こちらの無料も行きましょう。さあ、どうだ。潔。からの、お、金玉なる。右、あー、左。さあ、ダメですね。まあまあまあ、でも、無料単発で両方星2なので、まあちょっとね、星さん出てくんないかな、というところかな。ホワイトデー記念、スイートガチャ、こちらゲリラ無料来てますよということで、じゃあ引いていきましょう。ピックアップは、レオ狙いで、まあ、残りはこんな感じですね。まあ、覚醒に関しては、関東に一番近いガチャさんのサポカだよということで、まあ、残りは、新しい方からと、そんな感じですね。行きましょう。行け!さあ、ああ、どうだこれ。行きましょう。オッケー!よし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 。バロー乱入来ました。金玉になる。まあ、この時点で確定だけどね、バロー出たから。金玉左、あ、右。バロー乱入、金玉右、ぶち抜き、読み込みあり。これはレオ来たでしょう。なんだったら何枚か来い。おっと、まずは、覚醒が来る。よーし。これ覚醒95になったね。いいぞ。さらに、これ読み込みあったから、多分レオもいないかな。あれだけ完璧な、ブルーロックでも。もらえば必ず返す。はい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 。それが三影レオ流、人心掌握術ってやつだ。おほほほほほ。オッケー、素晴らしい。レオをゲットできましたね。やったぜ。覚醒のおまけ付きか。これ無料にしては大勝利だよ。やったぜ。ほい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 。でね、ちょっとね、期間限定のキャラについては、65にしたい気持ちもあるんだよね。これさ、スーパーチャンスでピックアップしたやつしか出ないから、これで狙うのはありなんだよな。覚醒についてね、ちょっとピースがね、50になったはずだから、これで、前回25のままだったからね。だから、ちょっと覚醒は、ピックアップから外して、ちょ、赤スパちゃん状態で追撃もありなんだよな、これ。もうここまで来たら、あとは10ピースは来月になったら交換して、ゲットしてもいいからね、覚醒に関しては。あ、ちょ、レベル上げなきゃ。そうですね。これで95。初めてのガチャさんの貫突がついに見えてきたという感じですね。あと10ピースだから、もう7月になれば即ゲットできるよという感じですね。ちょっと待って、どうしようかな。まあ、無凸で記念にでも、無凸で記念にでもね、最低限持っておきたいとは言ったんだけど、できればね、ちょ、65に。始めたばっかだからな。
伸びしろしかねえだろ。伸びしろしかないんだよなこのレオ。オッケー、そうね、ちょっとね65まで自前で上げておきたい気もするんだよな。このカードがやっぱあるないかなりでかいし、65まで上げれば、まあ、イメトレと、スペシャル練習率アップ出ますからね。そうなんだよな。いや、なんかね、クリスマスちぎりの時に思ったのが、まあ、やっぱね、期間限定キャラね、フレンドで出てこなくなっちゃうんだよね、しばらくすると。まあ、やっぱ最新キャラをね、貫突させてる人たちは、フレンドに回していくから、そういう風に考えると、ちょっと、自前でね、使えるラインにしときたいっていう気持ちもあるんだよ。そう、こっち55だからね。クリスマスチギ。まあ、サポカで言うとね、ハロウィン、バレンタイン、そしてキャラの方でクリスマス、ホワイトデーって来てるから、まあ、4種類いるから、そろそろなんか期間限定の復刻ガチャみたいなのも、あるんじゃないかなという期待はあるけど、まあ、そもそもね、レオを突らせたいんだったら、まあ、今が一番突らせやすいタイミングだとは思うし、こっちとかで狙うよりさ、ああ、ま、でもかける2枠あるから、いや、でもスイートのが、あれだよね、2枚抜きとかの可能性も含めて、かける2枠はないけど、まあ、シンプルな2枚抜きの可能性考えたら 2.7% の方がいいよな。スーパーチャンス中。ちょっとこれ追撃したい気持ちはあるね。そうだな。少なくともクロスロードガチャよりはいいと思うんだよね。クロスロードガチャの場合 3.5% の中でどっちかだよみたいな感じなんだけど、まあでもスイートスーパーチャンス中だったら 2.7 こっちの方がで確率高いもんね。そうだからクロス引くんだったらゲリラ無料で赤スパチャになったタイミングで、スイートガチャの方がいいんだよなと思ってしまう。で、これ引くとしたら、覚醒はもう重ねなくていいから、来月になればね、貫突できるから。そしたら、この枠別のに変えて、もう一回だけ引いてみよっかっていう、そんな気がするよね。ただ、ここ何にしようか。ライチかな?いや、ライチか。アニバ、イサギバチラか。アニバ、イサギバチラか。ライチか。そうね。まあ確かにね、サポートの凸も進めたいけど、あーどうすっかな。そうね。まあただね、ちょっとね、この金スキルあんま気に入ってないんだよな、硬い絆。これチームプレイと一緒でスタミナ回復なんだけど、なんかね、ゴールを決めたらスタミナ回復上限3回なんだけど、これ3点選手だからさ、どう見ても1回無駄じゃんっていう、なんだよこの発動条件と効果を見ると、2回まででいいからもうちょっと回復量を大きくするとか、そういう調整をしてくれよっていう気持ちになってしまうから、なんかあんま金スキルが好きじゃないんだよなここ。そういうところはあるけど、いやでも選手の凸進めたいかな。ライチ、まあクロスバチラとか、アニバリンちゃんとかも、そうクロスバチラ、アニバリン、ライチ、この3人がちょっと今凸進めたいキャラではある。ただリンちゃんだと戦場の支配者で、クロスバ、バチラだと、2枚目の方のバチラが一応貫突済みなので、まあ貫突キャラ被りで次の凸を、しようとするよりはまずライチかなという気もするんだよね。選手で凸を進めようと思うなら、
いやでもサポカノトツそもそもいないからね。まあやっぱこっちが無難か。いやどうかな。いやライチにしようか。まあそもそもこのタイミングで本当に追撃するのが正しいのかって言われるとそれはそれで、ね、疑問ではあるんだけど、まあただねあわよくばっていうか、まあ今あれでしょ、無凸で50でしょ、55、60、65、まあ3枚も取れないから取れないだろうって言われたらあれなんだけどさ、まあただ赤スパちゃんだし2枚抜き、あの2枚抜きって2枠ね抜く可能性もあるでしょって思うと、まあちょっと引いてみる価値あるかなっていう気もするんだよな。どうしよっか。そう、3月入る前っていうか600万ダウンロード記念がね始まる前とかはね、あの 1.5 周年までジェム貯めるって言ってたやつがなんでこれ引こうとしてんだって話なんだけど、まあでもちょっとねレオな、65にしたくなるな。あー一回だけ引こう、とりあえず。いけ。ていうかね、もう引いちゃった以上はもう出ないのが最悪だから、出て。せめて、まあっていうかレオが出るのが一番いいんだけど、レオじゃなくてもなんか出て。おっと、ちょっと待って。2連続バローかと思ったけど、そうでもなかった。潔、金玉、まあ右ならまだある。あっ、これはどうだ。さあ一応金玉の数は多いけど、これスーパーチャンスなのに星さん1個も出ないみたいなパターンじゃないだろうな。頼む、1個ぐらい変わってくれ、頼む。あれだ、まずい。ちょっと引いて収穫がないわね。ちょっと戻れない、行っちゃう、お願い頼む。だあ、ちょっと待って、わかんない。国神のがまだ安心感ある。おーしおしおし、オッケー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 、さあ頼む。っていうかレオ3枚来い、もう65にさせてくれ。さあバロー金玉右ぶち抜く、オッケーオッケー、さっきと一緒だから2枚あってもおかしくないよ。さあ頼むよ。あれあと3回来い。あれちょっと待って、来い。あれ座右の名、いやーまあセクシーセクシーフットボール、いやーこれちょっとまずかったな。疑ってんのか、追撃した割にっていう。あーマジかー。まあ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 、ねライチ、そうね、75になるの自体は悪くないんだけど、俺の背中を見とけよザコども、俺の背中を見とけよザコどもってことね。悪くねえ気分ではあるけど、まあただねちょっとレオを突進めたかったなというとこですね。いやちょっとね2回追撃した割にはね、そこでの収穫が薄すぎる。いや無料分でやめときゃよかったか今回これ。あーいやでもさちょっとあれなんだよな、マジこっちとそう、スピード育成がね結構しにくかった思い出があるんだよね。クリスマスちぎり、あの全然とつれてないおかげで、そうなんだよね。そう、キタ君とかね来た時に、まあ、やっぱクリスマスちぎりもうちょっと育ってないとスピード育成しにくいなっていうのを思ったから、まあやっぱねおそらくこのレオもねもうちょっとずつ進めとけばよかったなって将来的になりそうだったから、ちょっと出てくんないかなっていうか、まあスーパーチャンス中にね2回回したらもうちょっと出るんじゃないっていうふうに思って回しちゃいましたが、
甘くなかったですね。まあまあまあ、取れないよりはね、とりあえず本体ゲットできただけよしとしましょうか。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いいよいしょ。